ホワイトベースがあって雲のはるか下で光っていてでここでやっと爆発したのがわかるんですアムロのあぜんとした表情竜のあぜんとした表情ホワイトベースクルーのあぜんとした表情ですね下からの光が来てもう全員言葉もなく落ちた飛行機を見てるんですね。だれ立って歓声上げてやったというところではなくて自分たちが今やってることが虐殺だ。実は、は、あの飛行機には あの大型空母には戦闘機もなければです、ね、ホワイトベースを撃ち落とすための戦略もなくただ単に何だろう向かってきてるだけでだからそれを撃ち落とすっていう虐殺が行われてるんだと、ここでこで分かってるわけですね、えー、今回はですね「ガンダム講座第11話イセリナ恋の後のです、ね」の第3回目になります、えー、実はですねこの放送当時機動戦士ガンダムのイセリナ恋の後とエピソードをですね 大学2年だったんですけど、僕はですね。あの、この回が、まあ、よくわからなかったんですね。えー、よくわからないというかですね。あの、女の人が出てきて、その、仇打ちとか、怒鳴ってですね。で、まあ、あの、お話が進むっていうのがですね。まあ、やたら重たくて暗くてですね。さっさとモビルスーツ出てこいよとか、まあ、二十歳ぐらいのガキですからですね。そんなことしか考えないわけですね。なので、そんな、あの、面白くですね、感じなかったんですよね。で、当時の、 アニメ雑誌でもですね、そのベストキャラクターとかですね、ベストエピソードっていうのがしょっちゅう、まああのガンダム人気ですから捉えてたんですけども、確かこのイセリナっていうキャラクターとかですね、あとガンダムの中でもイセリナ恋のアとップエピソードはですね、人気低かったっていうのを覚えてます。で、まあ今見るとあの、もう前回から言ってる通りものすごいよくできた話なので、多分当時の富野周期監督はですね、あの、なんでこれがわかんないんだよっていう、すごいね、悔しい、 あの、感じだったっていうのはですね。まあ、わかるんですけども、そんな僕も40年以上経ってですね、やっと、あ、今は、わかるわかるよ、すごいじゃん、これっていうふうに思ってるんですけども、<coughs> まあ、あの、ようやっとですね。 えー、ガンダムにですね自分が追いついた感じがしてあ嬉しいです、えー、ではですね早速始めましょう岡、えー、田敏夫の漫画アニメやは機動戦士ガンダム第11話伊勢里奈恋の後の完全解説今夜は第3回目です、えー、それではよろしくお願いします機動戦士ガンダム講座ですね今日は第11話伊勢里奈恋の後のですね第3回をお送りします 1> えー、第1回第2回でですねまああの A パートの真ん中編ちょっと終わり CM 近くまで何とかたどり着きました、えー、ガンダムとガンキャノンがです伊勢里内支あごめんね最初からやる伊勢里内支援バッハっていうですねあの前回殺されたガルマザビジオン軍のですねまあザビ家 っていうです、ね、支配者がいるんですね。その一番下の割とイケメンのですね、えー、いいやつだったんですけどもこれがですねシャーズナブルのですね陰謀にはまってホワイトベースに落とされてしまう。でそのガルマザビさんのですねイケメンのガルマザビさんの彼女であった婚約者であったイセリナ・エシェンバッハっていう女の子がですねなんか泣いてばっかりの会話い女の子だったのが復讐を決意して、えー、ガンダムとホワイトベースにですね 復讐のためにやってくるっていうのがイセリナ恋の後とっていうエピソードです。イセリナの恋の後、ですね。自分の恋愛に対する決着のつけ方を見るというものの、えー、お話なんですけどもですね。えー、ガンダムホワイトベースに対して向かったですね。三機の攻撃空母超大型飛行機ガウあのー、攻撃空母はですね、えー。ガンダムとガンキャノンの、えー、に乗り移られてですね。実は 3機のうち1機がもう今パピンチの状態というところまで行きました、はいえー、2号機3号機を援護しろというふうにダロタは注意ですねこのコックピットに乗ってるおじさんがってそれを不安そうにイセリンさんが見ています3号機にガンダムとガンキャノンが乗り移っててもう3号機に穴が開き始めてるんですねでこの2号機に3号機を援護しろというふうに命令します、えー、ところがですね3号機を援護しろと言ってるんですけども ガンダムは何をやってるのかというとですね、尾翼を偉い魚にむしり取ってるんですね。もう本当にね、なぶり殺しなんですよ、本当に。えー、本当に、えーえー、尾翼をむしり取ると。で、むしり取った尾翼をですね、2号機に投げつけるっていうですね、本当にえぐいことやってるんですなかなかガンダムの中でここまでのですね、その、なんだろうな、 よくガンダムというのはあの悪の側にも正義の理屈があるっていうような言い方がされるんですけども、そうじゃないんですね。お互いやってるのは殺し合いだから正義とか悪とかではないっていうのがもうはっきりわかるんです。これは本当に悪いですよね。美翼をメキ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 とですね蒸しってですねででも蒸しら美貌蒸てですね二号機に投げつけたらですね二号機の方は二号機の方で。 なんとかですね、3号機の上に行って上空から下向き、いわゆる不覚っていうやつですね。えー、方針がですね、上を向いてることを行角と言います。下を向いてることを不覚って言うんですけど、不覚でですね、下へ向かって撃ち下ろしていくんですね。そうすると撃ち下ろすとですね、まあ当たり前ですけど、ちっちゃいモビルスーツなんかにですね、戦艦の大砲当たるもんじゃないからですね、<laughs> 自分たちの3号機の腹にドーンって当たってですね、突き抜けちゃってるというですね、 なるわけですね、ここら辺全部その2号機3号機を援護しろっていうのがすごい見渡しがあってホワイトベースで3号機2号機1号機のコックピットという全部が見渡せる見渡し構図でやってその次に思い切り寄ってガンダムが尾翼をむしり取る。 で次のカットでガンダムがこのぶち取った尾翼を投げつけると、えー、2号機がそれをまあ砲撃すると。でさらに2号機の方が、えー、3号機のガンダムをですねなんとか撃ち落とすとバンバン撃つとそれが3号機のどてっぱらをぶち抜いてお腹に穴を開けてしまうというふうなところまで、まあ、全部カメラを引いたり寄ったりの連続で見せます。そうすると 伊勢里奈があっていうふうにこれで言ってダロタがですね「バカメが!」っていうふうに言うんですねでこの3号機に穴が開いたところからですね一切セリフがなくなってここから映像だけになりますで映像だけをですねできるだけ、あのー、正確に皆さんにお見せしようと思ってちょっと順番でパネル用意したので見てくださいここから先せりふないですダロタが「バカメが!」って言ったのがこれが爆発した瞬間ですバカメがドカーンと言って火を吹いて ここですね、えー。3号機からどどどどんどんんどん煙が上ってきてきます。2号機それに対してもうやることがないなすことがないから見るしかできないホワイトベースがはるかに向こうに見えてるこの構図でバカ目がっていってダルタ注意が思わず立ち上がっていってしまったここからセリフがなくなってで次のシーンですねちょっとね分かりにくいんですけどもまずこの位置関係を覚えておいてくださいね3号機がここでここにガンダムとガンキャノンが乗ってるんですよ。 でこのやや上左側の位置に2号機が位置してます次のカットです、えー、ガンキャノンが手前でガンダムが向こうにいてここに地面みたいなものがますこれが3号機ですねでこの3号機がいてこれ上に乗ってるんですでもこの3号機は仕留め終わったので2号機に飛び移ろうとしてるんですねでガンキャノンが先に飛び上がりますで飛び上がったら その向こうに。二号機が見えるんですね。これはあの。ガンキャノンが。飛び上がってフレームアウトした絵です。そうすると。その遥か向こうに。二号機が飛んでいるのが見えると。で、この位置にいたガンダムも。やっぱり飛び上がります。飛び移ろうとするわけですね。で。この。今あの、うちょう煙を吹いている二号機は、あ、三号機は。どん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 ,どんこいつが、えー。高度を落としつつあります。 で、遥か向こうの2号機にガンダムとガンキャノンが飛び移り完了と、これをワンカットで見せてるんですね。つまり、手前にいたガンキャノンが飛び上がってフレームアウトして、遥か向こうにいる2号機に飛び移ると、次にこの向こうにいるガンダムも飛び上がってで二号機に飛び移るっていうカットをですね、本来だったらカットを割っていくつものあの。 カカメラででで見見せせるるのをです、ね、ワンカットで見せてるんですね。ガンキャノン飛び上がるガンダム飛び上がるとガンキャノンだけ飛び上がった状態ですガンキャノンだけ飛び上がって次にガンダムも飛び上がるそこで初めてこの向こうに2号機が見えるで次の2号機に2機が飛び移ってるとでこれでもうこの2号機の命が尽きたとこの上にモビルスーツが飛び移っちゃったらもう終わりなんですよね だから、ここから落ちている3号機と次にこの2号機が落とされるっていうのがですねもう見た目だけで絵だけで暗示されているシーンです。でセリフがないままにドドドンドドドン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 っていう音楽がずっとかかっててでガンダムがですね2号機に飛び移ると3号機がゆっくりゆっくり墜落しているのを ホワイトベースの中からホワイトベースから見てる構図です。これねやっぱりね何かが死んだり何かがやられてる時にカメラを引いてロングでやるとすごい無機質な感じ人間味がない感じになるんですね。なので一見紺色の空の清掃家の戦いですね。この雲の遥か上の戦いでありながらですね。 一機、えー、の飛行機がゆっくりとそのコードを落として煙を吹きながら落ちていくっていうところで,です、ね、その直接的な血とかですね叫びとかなしさっきも言ったようにずっとセリフないんですよセリフなくてですねドゥン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 ドンドって音楽が薄くかかってるだけで息機がゆっくりコードを落としていくとでそれをホワイトベースの中の人が見るシーンっていうのがないんですただ単にこの構造を選んでるだけで一つの世界が一つの あの飛行機が落ちていくっていうのがですねわか,か雲の下でですね今度は構図変わってさっきホワイトベース手前、えー、その向こうにです、ね、ガウ攻撃空母だったのが今度は構図変わって手前にこれから落ちるガウ攻撃空母2号機イセリナが乗っている1号機遥か向こうに こういう時にシルエットだけっていうのは悪魔みたいな象徴なんですけどあのホワイトベースがあって雲のはるか下で光っていてでここでやっと爆発したのがわかるんですね爆発したシーンっていうのを直接見せず一応のガウ攻撃空母が雲を突き抜けて地面に落ちるところまで作画で描いてるんですけど肝その時にですね唖然とするアムロ アゼンとする竜アゼンとするホワイトベースっていうのを表情をやっとここで見せてますただそれでもセリフありません声優さんの「あ,あ」とか「う」ー!」とかいうため息みたいなものも,も一切なしで効果音とさっきの「ズンズンズン」っていう音楽だけで下の雲のはるか下で爆発が起こってアムロのアゼンとした表情竜のアゼンとした表情でホワイトベースクルーの「 唖然とした表情ですね。下からの光が来て、もう全員言葉もなく、落ちた飛行機を見てるんですね。誰立って歓声上げてやったっていうところではなくて、自分たちが今やってることが虐殺だ。実は、あの飛行機にはあの大型空母には戦闘機もなければですね。ホワイトベースを撃ち落とすための戦略もなく、ただ単に何だろう。向かってきているだけで。 だからそれを撃ち落とすっていう虐殺が行われているんだと、ここでこう分かっているわけですね。なので唖然とした表情で落ちている飛行機を見るんですね。で次のカットでですね同じ風景ですねガウス3号が墜落して雲の下で光ってるのを、えー、さっき立ち上がったままのですねダロタ注意とイセリナが見ています。唖然とししてて見いてるんでで。すね。下からの照り返しで ホワイトベースとで2号機が下からのライティングでこれまでのとは違う見え方になっていますさっきまでホワイトベースっていうのはシルエットで写ってたりですねあの太陽の光だったんですけど真下から,ら照らされてちょっと非,常あの非日常の眺めになっていますでここでようやっと、えー、セリフがもう本当にずっとセリフなしだったんですけどようやっと次のセリフが来ます。はい え美、ー、翼をね、なんかむしり取るシーンとかですね。もう本当にあのガンダムの絵が下手なのがですね、残念です。コメントでもですね、あの腕が八角形って書いてあったんですけどですね、四角形の腕の面取りがしてあるだけなんですけども、本当に八角形のですね、なんだろうね、あのー、おさい銭とか払った後にあの、振って出すあのおみくじありません。あんな感じの棒みたいに見えて、本当にね、ダイナミックでかっこいい、あの、シーンなのに、 あの、本当残念なですね、作画になってますんで、あのー、この後ですね、ガンダムがですね、ガンダムとガンキャノンが2号機に飛び移るシーンでですね、ガンキャノンが手前に行って、ガンキャノンがこうバーンと飛び立った後で向こうにですね、3号機が見えるシーン、あれもですね、すごくダイナミックでも本当にいい構図なんですけど、ああいういい構図っていうのは逆に言えばですね、作画が下手だっていうふうに分かってるからですね、この回のもうね、 えー、テレビシリーズっていうのは、その話数のコンテを切ってる時に、実はその、この第何話っていうのはどこの会社に出すっていうのが分かってるわけですね。で、この11話で言えば、うーん、これはもう今回辛いぞっていうのがもうコンテ切ってる段階から分かってるのでですね、作が下手で、とまあ、メカとかもうまくなくてスケジュールもないから、これは偉いことになるだろうという、という、 のでですね。じゃあ、せめて構図で見せようとかですね。せめてこういうレイアウトでかっこよさっていうのを表現しようっていうのを、まあ、あの、もう本当に苦しみの中から出てるですね。もう本当はあの、ガンダムの制作スタッフ自身が、後のですね、あの、ランバラルのようなですね、ほの補給もなく、<laughs> 我々はゲリラ部隊だってメインスタッフは全部ですね、ザ・ウルトラマンっていうですね、もうアニメの歴史の中でもそんな大した作品じゃないやつにサンライズのメインスタッフはですね、全部使われて、 で、えー、どちらかっていうとですね、なんだろう、隅っこに置えられてガンダムを細々と作らされてるわけですね。で、そういうふうな状況の中で何とか面白く見せようとしてるのがですね、あの、えー、2号機に飛び移るシーンでですね、あの、まあ、 切ないほど胸に伝わってくるというとかですね。まあ一もう僕も一度はと、ではないんですよね。まああの本当に、えー、10年ぐらいアニメを作ってたわけなんですけど、その10年ぐらいアニメを作ってた人間としてはですね、あれをやらざるを得ない。でも、なのにあんなに面白く見せるっていうのはですね、なんかすごい迫ってきました。えー、あとですね、あの、まあ最後のですね、 ガウ攻撃空母の3号機が雲の下に落ちて雲の下で爆発して照り返しだけが苦しんでですねホワイトベースのクルーは顔を見せてでそれに対してそのイセリナとダロダ注意の方は最初顔を見せないで後ろ姿だけを見せるそうするとその向こうに下からの照り返しを受けて そのホワイトベース、遥か向こうのホワイトベースのお腹だけがこう、パーと光ってるシーンですね。もうめちゃくちゃかっこいいというか、凄まじいシーンですよねや。やっぱり残酷で、なんだろう、辛いことの中にも美しいものっていうのが存在するっていう、そういうなんかこう、メッセージが来てよかったです。